謎を解き、キーワードを集めて脱出ロープを手に入れる。リアル脱出ゲームに挑戦中の浜辺美波たち3人。サポート役の北川景子からヒントをもらうことなく、第1問をあっという間にクリアし、1つ目のキーワード「つ」を手に入れた。続いての謎解きに参りましょう。出題モニターを見てください。第2問、色のついたパネルを探し並べて文章を読め。色のついたパネル、なんかそこに、あ、本当だ、本当だ、ありましたけど、はい、じゃあちょっと一旦は落ち着いてるんだよな、みんな。そうですね、すごいなんか淡々と、あ、これも、へえ、いろいろいっぱいある。なるべく文章を読め。え、こんなの早く終わりそうじゃない？ほう、あ、ちょっと早い、無言でやめてよ。なんか 色と関係あるんですかね、文字は。ないんじゃない？カラフルにしたんじゃないかな。とりあえずカラフル。手垣さんは何かこう見た感じも落ち着いたイメージがありますけれども、うん、そうなんですよ、年齢よりも大人びてるっていう感じで、役ともすごく合ってるというか、リンクする部分があったなと思います。これはでもこれっぽいじゃない？これこの、あ、このこのこの旗、この旗じゃないな。あ、でも今並べ方苦戦してますね。そうですね、かなり枚数が多いので、うん、この本、うん、は違うかな。え、わかんない。この本は何だろうな。じゃあちょっとせっかく北川さんが、はい、多分待機しててくれてるから、ではヒントお願いします。ありがとうございます。では北川さんからヒントを出してもらいますが、ただその前には恥ずかしい思いをして、いただく必要があります。では北川さん、誰に何をやってもらいましょうか。やっぱりね、あんまり失敗とかをするイメージがなく、常に冷静で落ち着いていた、確かに、ちょっと待って、確かに確かに、板垣くんに、よし、はい、なるほど、私も見たい。オードリーの春日さんのモノマネを全力でお願いします。2個あるよね、これとこれと、お好きな方で。ちなみに板垣さん、こうモノマネとかって普段やったりすることはあるんですか？いや、やらないですね、全く、ね、イメージないです、全然、ね、え、北川さんからは全力でというふうにおっしゃっています。ぜひ全力でお願いいたします。ではモノマネお願いします。カス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 、最高、カスカスカス、最高、どうしてやってくれるの、最高じゃん、やってくれた。北川さんどうでしょう、合格でしょうか。100点です。100点出ました、合格です、おめでとうございます。よくやった。やっぱでも落ち着いてますね、モノマネも。無茶ぶりに対してもやっぱり冷静にちゃんと対処したところが、そうですよね、はい、らしいなと思います。ではここで北川さんからヒントを発表してもらいます。はい、そのパネルはそれぞれ違う色になってるんですけれども、その部屋の中に同じように色分けをされているものが見当たりませんか。あの、はい、そうなんですよ、さっき板垣くんがモノマネやっておっとしてる時にジョーくんが、あ、見つけたって顔して、人がモノマネしてる時に後ろにあるあるとか言い出して。ちなみに皆さん、モノマネとかって普段やったりすることはあるんですか？いや、やらないですね、全く。ヒントをいただく前にちょっとひらめきを起こしてまして、せっかく板垣君がやったのに。はい、そこのレバーランド、はい、ヒントになっております。ジョー君がね、色通りに並べると答えは、あ、なるほどね、答えはね、レイの本、あー、で
レイの本がいつも読んでる。どれが本なのいつも読んでる。それ多分これ。あ、それなんだ。外が鬼の世界なら最悪。いつも本を持ち歩くほどの読書家のレイ。ここにもない。さっき見た時はまだ門に明かりがついてた。しかし誰にも言えないある重大な秘密を抱えている。あ、ありましたね。あった。とキーワードとをゲットしました。うん、やっぱりジョー君が得意ですね。そうですね。うん、春日のモノマネ中に気づいたという。気づいたという。二つ目のキーワードゲット。明日も続く。